にちは、イグマです。今日はどこにいるかというと、主人の実家にいます。この家はお母さんがね、一人で暮らしていたんですけれども、お母さんがサービス付き高齢者住宅の方に入居したので、今は主がいないんです。それで、私がこの家の管理をさせてもらって、そしてお茶会の準備なんかもさせていただいていますっていう関係で、今日はここをちょっと撮影スタジオとしてお借りしてしまいました。はい、そして今日の話題なんですけれども、ヒグマチャンネル1万人、チャンネル登録1万人超え、記念スペシャル番組ということでお届けしています。まあ特にね、スペシャルなことはできないんですけれども、本当にね、皆さんありがとうございました。去年のね1月ですね、ヒグマチャンネルを始めて、今8月なので、1年と7ヶ月ぐらいになりました。それで、1万人を超えるチャンネル登録者数が、もうできて、本当にね嬉しいです。皆さん本当にありがとうございます。今ねちょっとね見てみますね。このチャンネル登録ダッシュボード、今ね、8月の18日ですね、8月の18日現在でチャンネル登録者数が11,238人となっております。いや、自分でもね、だいたい半年ぐらいかな、たって、夏ですね、去年の夏にチャンネル登録が、1000人を超えたんですね。その時もね、私はね奇跡だと思ったんですよね。こんなおばさんのね、着物のね、あれこれな、なんかこうちょっとマニアックなことも多いかなと思うし、それで、チャンネル登録1000人なんてすごいって思ったら、その1年後になんと1万人を超えることができて、本当にね夢みたいに思っています。本当にありがとうございましたね。今日はねちょっとね、だけどってちょっと思ったことがあって、それをねちょっと皆さんに聞いていただきたいと思います。私ね、五角回しっていう帯結びを思いつきましたよね。あれはね本当にね私が思いついたんです。朝方でね、紐のこの五角形のやつのことを考えて、ああ仮紐しまわなくちゃなって思ったりして、そのことを考えていたら、あれって帯でもできるかとか思ったら、半幅帯でやれば半幅帯のなんかこう画期的な結び方になるんじゃないかと思って、もうね朝ね、まだ本当に朝方ね、もう寝巻きの上に半幅帯を回して、おっできる、そう思って、あの動画にしてこう皆さんにお見せしたのが五角回しなんですよね。で、五角回しが、まあ、私は画期的だと思っていたんですけれども、いやちょっとこれってやっぱり 帯結びとしてどうなのかなってちょっと思ったりして、自分でもちょっと自信ないところもちょっとあったんですよね。だけどもね、他のネットで見ていただいた方が、私の五角回しやっていただいて、本当にね嬉しくって、いやーこれ思いついた甲斐があったなって思ったんですけれども、先日ね、まあこう言っちゃなんですけれども、パクリ事件がありまして、これをね、まあ言おうかどうかね私も迷ったんですけれども、全く同じね五角回しをひらめいたんですって。もう本当にご自分がねひらめいて、五角回しをひらめいて、そして皆さんに教えていますっていうような動画だったんですよね。
いや、その同じことをね、ひらめくことももしかしたらあるかもしれないけれども、いや、もう本当にね、同じなんですよ。ピンの留め方から何から本当にね、同じなので、これは、ちょっと多分、パクリっていうか、まあ、真似して動画を作られたんじゃないかなと思う事件がありました。互角回しに関しては、本当にね、皆さん自由にやっていただいて、自由にアレンジしていただいてね、それで本当にね、いいんですよ。ヒグマさんが紹介してくれたって言ってくれなくたっていいんですよ。だけども、本当に私がその互角回しを発表してから、この、2ヶ月くらいなんですけれども、それでね、ひらめいたって言って、出すのはどうかなって思うことがありました。もしかしたら皆さんね、ご覧になった方もいるかもしれないんですけど、そしたらね、ある方がね、チャンネルじゃなかった特許じゃなくて実用新案登録、実用新案登録をしたらどうですかってね、言ってくれたんですよね。で、実用新案登録っていうのしたからっつったって、何だったいうのっていう、もう思ったんですけれども、私が考えたっていう権利をやっぱり主張できるので、その方がいいのかなってちょっと思ったりしたんですけど、実用新案登録とか特許とかそういうものってなかなかね、難しいらしいんですよね、登録するのがね。まあでもいいかって思ったりもしたんですけど、した方がいいよってね、まあ家族もね言うんですよ、した方がいいって。皆さんどう思いますか？ちょっとそのことではちょっと悩んでるところがあります。さて、まあそのことは、まあこちらに置いといて、はい、それでは今日の本題となります。チャンネルのヒグマチャンネル の、 最初のページのところに、コミュニティっていうのあるんですよ。コミュニティっていうのをポチッとすると、ブログみたいな感じのね、そこが現れるんですけれども、そこにね、1万人突破記念として、何か質問とかご要望とかあったら、コメント入れてくださいっていうふうにしたんですけれども、いくつかコメントいただいたので、それをご紹介しながらそれに答えていきたいと思います。それでは早速コメント読んでいきたいと思います。チャンネル登録1万人超え、良かったですね。いろいろアイデア満載で、いつも楽しく見ているヒグマさんのファンです。いつも、買ったけど、これはちょっとといったお品を紹介して、なおかつどのようなアイデアで利用されるのか知りたいです。なかなか難題なんですけれども、買ったけどこれはちょっとっていうか、使ってないもの、これは使えなかったものっていうのはいくつかありますので、ちょっとお見せしたいと思います。それをどうやって利用するかっていうのは、これからの課題にしていきたいと思うんですけれども、まずね、使えなかったものをお見せしたいと思います。どうぞ。大変申し訳ありません。買ったけどこれはちょっとという使ってないお品をここで今回お見せしようと思ったのですが、それなりにみんな訳ありで1点ずつ紹介していたら相当時間がかかりそうでしたので、この件に関しては新たに1本の動画にまとめて後日ご紹介することにいたします。はい、それでは次のコメントです。1万人おめでとうございます。去年の7月の浴衣、8月の浴衣シリーズ何度も見ています。ありがとうございます。お忙しいと思いますが、今年も見たいなごめんなさいいや、私もね、浴衣特集はやりたいと思ってたんですけれども、なんかね、暑さと忙しさでもう8月も半ばを過ぎて、もう浴衣の季節ももう終わりなんでね、申し訳ないんですけど、今年は、浴衣シリーズちょっとお見せできなくて申し訳ありません。まあ
また来年かになったら、ぜひ やりたいと思います。本当にこれに関してはね、申し訳ありません。また、浴衣はね、やっぱり去年もそうだったんですけれども、浴衣の季節になってが近づいてくるとチャンネル登録者数がわっとこう増えたんですよね。だからやっぱりあの浴衣の、動画はたくさん撮りたいと思ってたんですけど、今年は暑くてできませんでした。それでもね、結構浴衣は着れたかなと思います。またね、浴衣の季節になる前にぜひ特集やりたいと思いますので、またどうぞよろしくお願いいたします。はい、次のコメントですね。すごいですね、1万人突破おめでとうございます。素晴らしい YouTuber です。ありがとうございます。時間の作り方がとてもうまいと思います。お忙しいと思いますが、どうやって時間を作り出して着物を着ているのですか？私ね、時間の作り方に関してはね、自分では全然上手と思っていません。もう本当にね、だらだらとね、YouTube を見たりとか、ヤフーオークションを見たりとか、だらだらしてね、時間を過ごしてしまって、夜中になってしまって、あれもやってない、これもやってない、あれもやってない、これもやってないっていうのは、家の仕事とか、本業である家業の仕事、それとね、そういうのは、事務的な仕事とかがいっぱいあるんですよ。もう書類を書いたりとかね、そういうのがもう本当に苦手で、もう山積みなんですよ。好きなことはできるけど、苦手のことは後回し、そういった感じなんで、全然時間の作り方ね、上手ではないんですよ。そういったこともきちんとこなしてる方は本当尊敬します。私は本当にね、好きなことはいくらでもできるんだけど、苦手なことは後回しだから、時間を作り出して着物を着ているのですかっていうと、着物を着ることは好きだからやるけど、他のことができてません。本当にお恥ずかしい限りでございます。はい、次の質問。いつも楽しく拝見させていただいています。明るいひぐまさんのファンになりました。ありがとうございます。欧州顧問をお作りになったんですね。私も今年菊の模様の欧州顧問を仕立てました。まだ袖を通してはいないのですが、作られた経緯などお話してくださるといいなと思っております。よろしくお願いいたします。1万人突破おめでとうございます、ということです。欧州顧問ですね。欧州顧問は私の長年の憧れでした。まあ、畜生の浴衣っていうもの自体がね、憧れだったんですよね。浴衣は結構持ってて、いっぱい着ていたんですけれども、本当にね、安いものしか私は持ってなくて、後お下がりしか持ってなかったんですよね。で、欧州顧問はそういったことでもうずっともうね、憧れだったんですけれども、私もね、もう60代を超えてね、憧れているけど買えないから我慢するって言ってたら、もうね、おばあさんになって骨になっちゃうよ。お墓に入っちゃいますよね。だからそう思ったら、ちょっと無理してでも、もう欲しいものは買おうということで、去年思い切って欧州顧問購入しました。それで、畜生の浴衣はもちろんね、そんなに高価じゃない抽選とかそういったものもあるんですけれども、欲しいなと思うのは、着物としても着れる欧州顧問欲しいなってずっと思ってたので、欧州顧問去年購入いたしました。経緯と言えるかもしれないけれども、まあそれが経緯かな。もういい年になったし、我慢してたら着ないうちにもうおばあちゃんになってお墓に入っちゃう、そう思ったから購入しました。はい、次の質問に答えていきたいと思います。はい、お茶の様子アップしてくれて嬉しいです。お花も水差しも夏の風情がとても素敵です。北海道の夏もなかなか手ごわいですね。負けずに着物素敵です。ありがとうございます。ここがね、お茶会をしているお部屋で、
母はね、裏千家なんですよね。裏千家のお茶室っていうのはこういった風に設計して、こういった風に立ててくださいっていうね、なんか雛形みたいなのがあるらしいんですよね。そういった雛形をもとに作られたこれお茶室なんですよね。まあ、お茶室であって、仏壇なんかも置いてるんですけれども、お稽古の時は仏壇を閉めてここを、お稽古しています。今日はね、掛け軸も、お茶の時に使う掛け軸も掛けさせていただいています。まあ、これからね、私は本当にね、お茶のお免状とかも全然なくって、本当にね、もう本当にね、ただの素人なんですよ。そしてね、お茶のお点前も全然覚えてなくて、もうね、しかも正座もできなくて、もう本当に劣等生なんですけれども、ただお茶の先生のお嫁さんっていうだけで、まあ、ここでやらせていただいてますけれども、逆にね、ここを用意するようになってからちょっとね、勉強するようになりました。まあ、お茶のことはね、ほんのちょっとだけれども、これからもショート動画などね、紹介させていただきたいと、ショート動画とか、着物を着たところのちょっと後ろの方で紹介させていただきたいと思いますので、見ていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。はい、次ですね、訪問着付け下げが見たいです。訪問着付け下げね、私ね、実は昨日ね、夏の牢の訪問着を着ました。もう本当に時間ないし、暑いしね、着付けも最悪、もう本当にうまくいかなかったんですけれども、着ました。訪問着ってね、私そんなにね、普段着ないじゃないですか。皆さんもそうだと思うんですけれども、着ないですよね。だからそんな持ってないです。で、それでもね、ちょっと出してきてお見せしたいと思います。今日はここでは見せないので、家に帰って、バーッと出してみます。はい、それではちょっとこちらも見て、後で見ていただきたいと思います。はい、次ですね、次の、質問、柔らかもの、紬、袋帯、名古屋帯、歌舞伎、オペラ、海外のドレスコードありのレストラン、どのように選ばばよいか教えてください。これはね、壮大な質問ですよね。歌舞伎、オペラに関しては、私が思うには、よそ行き、浴衣はちょっとね、浴衣以上のものだったら何でもいいかなと思います。自分の好きなもので、紬でも小紋でも、何でも、もちろん訪問着もね、おめかしで訪問着でもいいかなと思います。あと、メソデとちょっとね、行き過ぎかなと思いますけど、浴衣以上のものだったら何でも自分の好きなものでいいと思います。海外のドレスコードありの レストランとかパーティー、それはね、私もね、出たことありますけど、着物だったら何でも OK、 何でもいいです。これに関しては浴衣でもいいんじゃないかって思うくらいです。好きなの着ればいいと思います。例えばね、ドレスコードの中にね、黒い服とかあったとしますでしょ。だけど黒い着物持っていかなかったなーって、ね、そういったことでドレスコードに合わせられないやって思ったとしますでしょ。関係ないです。もう本当に日本からはるばる行って着物着てるんです。黒くなくたって全然大丈夫。そういった時は、もう私ちょっと茶色いけど、ほら髪が黒いでしょとか、目が黒いでしょとかね、そんな感じで言い訳すればいいと思うし、本当に黒いものが、髪も私みたいに茶色かったら、黒いものがどこにもなかったとしますね。その場合は、大体体のどっかに黒いのありますけども、なかったとしたら、もうごめんなさいって、日本から来たんでね、黒いものは持ってなかったんです、で大丈夫です。着物着てるだけでね、海外の方はね、本当に喜んでくれますから、ぜひ海外でドレスコードがあったとしても、自由に着物着ていただければいいと思います。
私はね、海外で着物ドレスコードありっていうのはこの間だったんですけど、完全無視でしたね。ドレスコードはね、ピンクの色文字着ましたね。ドレスコードねあったんですよ、でも忘れちゃった英語で書いてあったし、うん、ドレスコードほにゃにゃにゃって書いてあったんですけど、何だったんだろう。後でなんかメールかなんか見れば分かるかもしれない。でも無視した。でも他の人たちもね、あの普段着のような人もいたし、もうほのすっごいもうドレスの人もいたし、まあ何でもありなんじゃないかな。海外のドレスコード、着物だったら何でも OKOK、そう思います。はい、質問はねこれだけだったんですけれども、大変申し訳ありません、こちらのコメントを飛ばしておりました。この着付け時短のコツと、先ほどの買ったけどちょっとなものについては新たに動画を作ることにいたしましたので、そちらでじっくりお返事できるかと思いますのでご了承ください。それでは私の訪問着をお見せしますね。こちらは、夏物ですね。こちら夏物のちょっとピンク系の訪問着、こちらがグリーン系の訪問着になります。はい、こちらが私が20代の時に母に作ってもらった訪問着と、こちら付け下げ小紋ってやつだと思うんですよね。小紋柄のような形なんですけれども、裾模様になってて、かなりこう華やかな感じのね、お着物になります。はい、こちらは母のお下がりの訪問着です。こっち、まあ付け下げかな、これは。こっちの白い方は母が30代40代の若い頃ね着てたもので、こちらは50代ぐらいと思います。私が結納の時にね、母これ着ていたと思います。はい、こちらは私が、ヤフオクションとかネットショップでね購入した訪問着ですね。もう着物を着るようになってここ20年以内に買ったものですね。こっちはね、なんかね、あの白山紬って言って、牛首紬みたいな感じの生地のものですね。こっちは、なんかこの紫がなんか帝王紫とかいう、なんか染料を使ってるっていうことでしたよね。ここのちょっとお尻のとこだけ。はい。まあ、こういった感じですね。はい、こちらが最後ですね。こちらもね、私が着物を着るようになって最近っていうかね、この20年以内の間に買ったものですね。こっちはね、なんかもしかしなんか作家物ですね。なんかメルヘンチックなね、なんかこんな感じの柄ですね。でこっちは華やかな松竹梅ね、おめでたい感じの柄になっています。これでね、私の訪問着付け作業は全部ですね。ちょっと裾をぼかしになってるやつもあったかもしれないけど、あれはもう色文字っていう形でいいかなと思うので、こういった模様のある訪問着付け作業っていうのはこれで全部です。意外にね、少なかったかなと思います。皆さんね、本当にヒグマチャンネルいつもご覧いただいて本当にありがとうございます。これからね、涼しくなってくればまたいろいろと考えていることもあります。着物リメイクも考えています。あと帯をね、ちょっと帯リメイクっていうか帯を作ろうっていうのも考えています。もう一から作るんじゃなくて、私流のね、簡単なやり方ですね。あとはお出かけ、コンサートに行く時のコンサートお出かけもあります。その他も、まあ、冬になっていくし、冬の、コーディネート、いろいろコート類とかそういうものもこれから楽しみかなと思っています。あとね、まあ、お茶のお稽古も月1でなんとか続けていきたいと思っていますし、着物もね、欲しいものもね、まあこの年に乗っても呆れた限りなんですけれども、欲しいものもねたくさんありますので、ポチポチ買っていきたいと思います。あとは、
行きたい呉服屋さんとかもあるし、いろいろね、島屋さんにもね、またね行きたいと思っています。あとね、いろいろ本当にね、何とりあえず考えていることは、もう本当にね、実はあの動画もすでに撮ったものもあります。あのリボンカルタって、あの回しシリーズのありますでしょ、あれのアレンジをね考えました。それはねもうね、動画を撮ったので、まあ、近日中にアップできるんじゃないかと思っています。はい、今日の動画はこれでおしまいです。長くなってしまいましたが、いや本当はね、あの配信でね、生中継でお送りしようと思ったんですけれども、ちょっと私自信がなくって、あの動画がうまく撮れてない。まずね、生配信をねまだやったことがなくって、できるかどうかも心配だし、あのおしゃべりの最中になんか邪魔が入ったりとか、もうドタバタになってしまうことが私の場合ねあり得るので、ちょっと、これはちょっと難しいなと思って、今回は、収録でお送りいたしました。はい、今日の動画はこれでおしまいです。皆様本当にね、いつもご視聴ありがとうございます。そしてひぐまチャンネルもこれからどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日の動画はこれでおしまいです。気に入っていただけましたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。